で7月のアーティスト TV なんですけども、はい、7月ですよ、もう折り返し、ね、もう梅雨も明けて、まあ、放送の頃には明けてます、ほぼほぼ明けて、はい、まあ、今日もちょっとね、曇り空ですけども、まあ、涼しくてちょうどいいかな、はい、なんかでもまあね、雨は雨で嫌ですね、じめじめじめね、湿気がやっぱり多いね、そういうのがね、なんかでも今年はね、だからこうほら、日照時間の、まあ、日の照る時間とか日照時間じゃないですか、日照時間が少ないから、うん、海開きしてもまずお客さん来ない、で、プールも、まあ、なんかな、プールってであれね、水温と気温と足して50以上にならないと開けれない規則があるんですよ。そう、規則があるんだ。だから、水温が20度としたら、気温が30度ないと50にならへんじゃないですか。だからそうだなんと開けれないらしいんですよ。そうなんや。なんでかなりプールも今年はね、うん、人が全然入ってない、10分の1ぐらいしか入ってないんですよ。寒いとダメとか、うん、いろいろあるんだね、うん、そういうのがね。なんでまあまあ野菜もそうじゃないですか、野菜も全然 ね、取れてなかったりするでしょう、うん、なんでまあね、でもまあ雨は降れば降ったでまたその災害とか ね、まあ、そういうのもあったりとかで、今年もなんかね、そういうちょっと噂というか、うん、まあ、警報も出て、うん、まあまあ、前回のことがあったからちょっと早め早めにね、警報も出したんだろうけどね、うん、まあ、結構ね、早めに皆さんこうでね、バーッとなってたけど、ここのスタジオって、これ今回もね、庄屋スタジオを借りしてやってますけど、庄屋、はい、スタジオって JR 日根の駅じゃないですか、うん、はい、JR はよう止まりますね、ね、思いますよ、うん、もう何かあることに止まりますよ、うん、そうそうそう、だからもうね、あれですよ、なんか、でもここもね、うん、まあ、言ってもね、結構利用者が、夕方学校があるんだね、多いんですよ、でね、あのね、俺ね、これね、声を大にして言いたいのが、うん、僕はあのね、車椅子での生活でしょ、はいはい、そうね、うちのね、すぐあの裏側に踏切があるわけ、うん、それを渡らないと日根野の駅側に行けない。ああ、そうそうね。でもしょうがない、はい、買い物行くにしたって何にしたってそれを通らないと、うん、まあね、ずっとまあ行けるんだけど遠回りになっちゃうんで、うん、そこを渡りたいわけ、うん、はい、で、車椅子の速度で全開で渡ってってもう閉まっちゃうね俺も3回か4回くらい閉まられちゃって、でそのためにあの、ね、車運転してる人たちがわざわざ降りてきてくれて開けてくれて助けてくれたりとかね、結構いろいろ。そんな早い。早い早い、うん、だってもうね、あの開くじゃない、うん、で車椅子動き出すよね、うんうん、動き出したと途端ぐらいにカンカンってなるんですよ、うん、あ、そう、で、まあすぐには閉まんないんだけど、うんうん、真ん中ぐらいまで行ったぐらいから閉まり始めるともう渡れないじゃん。でも車椅子であかんってことは普通のおじいちゃんおばあちゃんもダメでしょ。無理無理、ね、おじいちゃんおばあちゃんすげえ怒ってるの。あ、何やねんこれって言いながら早すぎんねんとか言いながら、でもあのおばあちゃんたちのすごいなって思うのは、うんうん、早すぎんねんって言いながらもう真ん中ぐらいをゆっくりゆっくり歩いてるいや引かれる引かれるみたいな、ちょっと急ごうみたいな、うん、なんかやっぱね、あそこまでちょっとね怖い。たまにでもなんかあるよね、こう開かずの踏切でもなんか20分ぐらい、そうそう、20分ありますよね、大阪にもあったよね、うん、市内の方でね、なんか問題になってたもんね、それで。いやだからもうなんかあの急いでる人はもう来てないか見てもブワーッと渡っていったりとかね、そうそうそう、だからもう無理やったらもうそこから本当に30分とか待たないといけないってね、うん、だから仕事だなんだってもう間に合わないもんね、そうかなと思いますけどね、うん、もう改善せなあかんと思うんですよ ね、本当ですよ、うん、いやなんかそないなんかね、閉まってなあかんもんなんかね、そのうまくダイヤって調整できないのかね、その辺ね。まあね、なんかもうせめて人間がちゃんと渡れる時間のね、うんうんうん、ちゃんとあの開け閉めの時間ぐらいはさ、うん、ちゃんとちょっと様子見るとかさ、ね、なんかその辺ちょっとできないのかなって思いながら、うん、ああそうか、うん、まあ、日根野駅もそんな感じですよ。まあ日根野だけじゃないんでしょうけどね、まあね、うん、そういうとこはいっぱいあると思いますけどね、うん、僕もほら越してきたばっかりだから、うん、事故とかそういうの分かんないけど、あそこ事故起きないのかなってよく不思議なんですよ。あ、なんかあってもおかしくないよ、うん、いや僕でもびっくりしたのはやっぱりこの前の道ですね、あの夜暗いし、あ、見えるでしょ、引かれるよ本当に、ね、結構バンバン車通ってるしね、これ歩いてても怖いよ、怖いですよ、うん、で子供がね、うん、言ってもほら学校の行き帰りの道なんでね、はい、だからやっぱりガードレールぐらいはね、ああそうそう、ガードレールないからね、捨ててほしいよね、うん、そうしないとやっぱり事故だってね、起きるし、うん、まあ、子供なんかね、暗いと跳ねられたりね、うん、
しちゃうから、あもうハンドル切ったらすぐ田んぼやから、そう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 、うん、だからやっぱなんかちょっとねガードレールつけるとなんかねせめてなんかちょっとね、あの人も通れて車もちゃんと安全でとか、うん、なんかそういうのってちょっと作ってほしいかな。そういうやっぱりね、危険なところとかね、まあ考えたらいっぱいありますからね、うん、だからそういうところからまず手をつけていってね、やってほしいと思いますけどね。だからね、なんか田舎でね、うん、まあ言ったらこの辺もまあ田舎だから、うん、まあ多少ね、こうほら、そうやっぱりね、自然はあってなんて、そういういいところはあるけど、うん、そういう危険な部分はね、あの、ね、田舎だからで放置されててもっていうところだ。しまったで言わさ、の高齢ドライバーとか多いからね、やっぱりね。ここら辺もやっぱ多いですよ。うん、やっぱあの畑も多いしね、田んぼもあるから、うん、おじいちゃんおばあちゃんだったらやっぱね、みんなさ、畑行ったり田んぼ行ったりするの、車でしょ。必要やから、やっぱり乗りますからね。ね、道具やらないも積んでいかないといけないから。うん、まあでも、なんかな、ああいう昔の軽トラとかってまだマニュアルやから、あ、まだね、まだね、そんな急発進とかすることないじゃないですか、やっぱり AT の車がやっぱ危ないんでね、まあうん、まあブレーキとね、アクセル間違えたとかそういうのがいっぱいあるから、うん、やっぱまあその辺ね、ちょっとね、気をつけて ね、運転しないとっていうルールもあるし、だからなんか、やっぱり僕なんかは車椅子だから、うん、やっぱりね、あのこう、こっちの方が気使ってる部分がある、目の前から。あのなんかほら、あのおじいちゃんおばあちゃんのマークあるじゃん、うんうんうん、若葉マークじゃないやつね、あのね、うん、あれがやっぱりパッてね見えたら、うん、ちょっと気をつけるよね。いや、俺もそうですよ。こっちの方が一旦止まって端に避けて行かせてから行くとかね、そういうのやっぱするよね。あんまりこう近づかないようにします、ねうん、やっぱなんかちょっとあのマーク見るとやっぱり、うん、あ危ないなってちょっとね、一応こっちが気をつけなきゃ。特にあの車庫入れやってる時とかはもうあんまり近づかんと、ね、ちょっと離れたところで待ってるけど、ね、そうそうそう、うん、だからやっぱああいうのもやっぱちょっと子供たちに教えた方がいいかも。まあでもね、ちょっと気をつけてみて、うん、あのまあやっぱりです、あのやっぱりね、あの、まあ、そうなるんやなと思います。僕らでもたまーになんていうか、うん、やっぱり車乗ってるとハッとする時もありますから、はい、そうだね、うん、だから高齢になればなるほど、そういうね、うん、やっぱり結構ね、あと若葉マーク、うんうん、若葉マークが無謀な運転してるかもしれない。無謀なっていうか、あれでしょう、なんか気をつけるとかいうのがねえのかっていうぐらい、うん、なんかこう注意力がねえ運転、うん、逆に若葉マークだから注意して運転するんじゃねえかなって俺は思ってたんだけど、うん、結構見てるとそうじゃないよね。まあね、気づいてないんだろうな、あれちょっと、うんだからなんかやっぱりね、ある程度長年運転していろいろね、うん、知ったり自分が経験してる人たちっていうのは周りも見れてるし、まあね、そういうスピードもちゃんと出して、うん、いい場所と出しちゃあかん場所って、うん、ある程度はね、みんなちゃんと分けて運転するんじゃない、そうそうそう、でやっぱね、若葉ワークね、うん、出していいとこも悪いとこも関係ないよね、まあ、バンバン行ってるやつら多いよ、まあまあ、見てるとこの辺のやつなんか、ね、一番嫌なのが、だからその人のペースでこう入ってきたりとか、はいはい、あのするから、うん、ものすごいの感覚が違うんですよ、僕らとね、うんうん、でもまあ、ちょっと危ない、ね、それもまあね、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね、まあ、だってね、まあ、何年か乗っていけばね、うん、自分らも多分そうやったとは思うんですけど、まあまあね、でも僕は最初の頃マニュアルでね、乗ってましたからね、うん、僕らの時代はだって免許取りってもマニュアル、ね、マニュアルしかなかったですからね、うん、車がなんか教習所行ったって本当に1台とか2台ぐらいですよ、うん、あったのはね、うん、でそれだって別にほらオートバーも限定免許なんていうのもなかったもんな。なかったですね。ないよね、うん、俺らの時代ね、うん、かなり俺ら取ってから後じゃない、うん、あんなんできた、うん、そうそうそう、ね、だからなんか、まあ、逆にね、うん、マニュアル乗れれば、うん、まあね、いやだって僕ら何が一番感動したかって、あのパワーステアリングに感動したんですよ。そうだね、軽くなってるんで、うん、軽いよみたいな僕らもこの両手だからね、両手じゃないと回りませんみたいな、それがこんなんやって回れることにまず感動したから ね、うん、だって言ったら今はもうだってすげえでっけえさ、トラックだってさ片手で運転してるもんね、うん、みんなね、あの辺の周りをくっつけて、女性のドライバー多いっすし ねびっくりしたよ、4トンとか10トンでも女の子乗ってるよね、結構ね、女の方とかが、うん、まあ、うん、乗ってますね、やってるもんね、うん、そういうことね、まあ気をつけていかなと思いますけどね、まあね、うん、危ないっちゃ危ないんですよ、まあまあまあ、ね、まあまあ、あまあ注意しかないからな、そう、そうですよね、でもまあ、なんていうか、ああいうほら突っ込んできたりすると注意、こっちが気をつけてても、まあ来るわけやからね、うん、まあ、ああいうのも防ぎようがないんですよね、そうそうそう、まあやっぱりね、うん、
だろうね、こう普通に道歩いてる人とか、まあ、自転車の人でも、うん、自分がちゃんと免許を持ってて、うん、運転した経験がある人とか、うん、まあ普段はね、うん、運転してるけど、まあ、今日チャリンコとかさ、うん、そういう人ってある程度のそのね、ルールが分かってるから、はいはいはい、だからまあ、うん、こういうのは車こうするやろ、まあね、うん、こういう動きをするよなっていうのは分かるから、なんとかね、できんだけど、うん、あれね、持ってない人一番危ない、うん、そうそう、チャリンコとかルールねえから、うん、ボンボン入ってきちゃう、だいたいだからほらもう危ないじゃん、小中中高になったらもうほんまに今なんかスマホ見ながら運転してるやんか。そうだよね。あれよね、危ないしね。あれ道歩いてんのってそうじゃん。車だって歩いてるけど、後ろから車来てたって気づいてねえもんね。そうで危ないよ、ほんと。あれでしょ、だからそういうのもあるし、逆にもうちょっと年いって、うんうん、おっちゃんとかおじいちゃんになると、うん、お酒飲んで運転してる人ね。あれも、ね、ほんまはダメですからね、そうそう、自転車でも。それはどうですよね。あとも、ほら、なんていうの、車でもね、スマホを持って、ああ、たまにね、まだにまだいますよ、ね、まあ、僕らも前にはつけて、一応信号待ちの時にこうね、まあ、ね、チェックすることがあるけど、まあ、運転しながらいじくるのは、まあ、まあ、ないけど、まだだって、片手でこうやって持って運転してる人いるもんね、うんうん、だからやっぱりね、まだまだ、その辺のね、うん、認識はどうなんかなっていう、まあ、だから今後やっぱりその、ね、高齢ドライバーのまあ免許制度っていうのも変わってくるだろうし、うん、まあ、それに近いまた近代的な車も また開発されてね、うん、出てくるだろうし、まあ、今よりはこう便利というか、まあ、あんまりこう、ね、事故が少なくなるようにはなるとは思うんですけど、でもまあ一番あれはやっぱり自分の意識ですよね。そうですね、自分がもう無理と思ったらやっぱり検証するとかね、なんかちょっとやべえなとね、うん、まあでもほら認知症なんだな、自分じゃ分かんねえんだうちになっちゃってるから、そうなんです、だからやっぱそれは周りがちゃんとね、まあ、ね、うん、まあ、気づけないよね、うん、だからまあ今回いろいろあってうちもね、まあまあ今月いろいろあってね、うん、でまあうちの親父ももう、うん、車も乗らないっていうことで、まあ返納はしてないんですけど、うん、免許はね、まあ、は免許を持ってても、ね、まあ、一応もう車はもう、うん、ね、なくしちゃいましたし、はいはいはい、もう乗らないということで、ほんで今もう電動アシスト付き自転車を買おうかと、ああ、いいじゃない、いいじゃない、そういうのね、やってますけどね、あれもね、なんかやっぱりあれ楽ちんでいいやな、ああ、でもなんか最近のはなんかすごいらしいですよ、僕知り合いとかでも乗ってる人いてるんですけど、うん、だいたい尾崎から岸和田まで行って帰ってくるぐらいの人間行ってるからね、チャリンコで、うん、すげえな、それかなりの距離やで、電車で行ったって遠いで、それも阪神ダメな人ですよ、ああ、はい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 、うん、僕も何度かね、うん、お会いしたことありますけど、うん、あ、岸和田まで行って帰ってくるから、すごいね、すごいよ、うん、岸和田まで行って帰ってくるの、うん、それももう1時間ぐらいじゃねえの、いや、ほんま2時間とかかけてね、うん、あ、でも2時間で行っちゃう、2時間とかで、うん、あ、そう、すごいね、そうですね、まあでもそうだよね、電動は結構速い速いですね、うん、まあだからそういうの便利かなと思うしね、うん、まあね、便利になった分だけやっぱ危険もね、伴、うん、ってくるから、やっぱそこは気をつけない、まあそこはもうね、自身がやっぱり気をつけていくしかないですからね、はい、でまあ言うてますけど、まあ、7月ね、うん、今回ちょっとね、まあ、お見せできる部位はないんです、取れてるような部位は、ね、なくて、いろいろ、まあ、でも一応仕事はちゃんとやってますよ、やってますけど、そこに専従して取る部位はないんですけど、うん、何を今月してきたかというと、まず、毎年ね、5月以降になったらオファーが来る、吉本陸上恒例の、ね、はいはい、うん、それ今月も行ってき、はいはい、ましたし、でまあもうオンエアもね、うん、つい最近も終わっちゃったんですけど、はいはい、ワッキー君、そうワッキーと、で今回中山きんに君のメイクもちょっとやらせてもらって、はい、ワッキー君はね毎年ね、うん、来るもんね、そうもうなんか知らんけどね、メイクはうちにっていうのはもう直接あるんで、ね、名古屋でやるときは名古屋まで呼ばれるし、ね、はい、ありがたいんですけどね、で今回また無茶ぶりな、なんかやるじゃないかな、通常はだからミスター人間っていうキャラをね、はいはい、ワッキーさんはやってるんですけど、はいはいはい、今回ミスター人間の父をやりたいって言って、なんだよ父って、だからウルトラの父みたいにこう、ああなるほどなるほど、ね、ああ
ウルトラの父ね。そうそれみたいにこう角をつけてくれってなって、それがまた大変なんですよ。そうだよね、何もないところにつけるんですよ。もう薄いキャップ1枚しか被ってないわけですよ。そこに、ね、はい、そこにつけるんで、まあ、で重さも 100m 走とかリレー走るでしょ。あ、そこ動くんだもんな、うん、それつけて何かやって終わりじゃないだろうね。そうなんです、つけたまま走るんだよ。どないすって言って、もう試行錯誤で、うん、まあまあまあ軽いものでとりあえずくっつけれるもので、まあっていうて、まあ一応やって、とりあえずメイクはもうすっげえ気に入ってもらって、うん、わすげえすげえって言ってて、うん、でもやっぱりね 100m 走るとやっぱりこうなるじゃないですか。風だってね、あるわけで、ある程度ちょっとこうもう外れかけてたんで、うん、もうあのワッキーがちょっとあの面白半分で自分で外したんですよ。ああ、はい、うん、で外してってやり取りやってね、うん、でまたその外して次リレー走らなあかんから、うん、それまでに直しの時間が、それもまたつけた状態で走る。そう最後まで。でそれがもう10分しかないんですよ。うん、10分しかない中、あの汗だくになってるところから、うん、その取れた部分をまたつける作業とかね、久々にあのもうあの大変な。まあね。うん、まあ言ってもだってね、わけ。うん、よりもまあまあ言ったら大御所もいっぱいお待たせしなきゃいけない状況があるわけですからね、あれはね。そうですよね。でまあそこに中山きんに君が今回キャッツのメイクをしたいって言って、まあまあキャッツメイクをして、でそれ用のウィッグも作ってね、やったりとかして、まあ大変でしたけど、面白かったです。あれは毎年毎年面白いって言ってるもんね、うん、面白いですからね。あれはもうこの番組でちょっともうこれがもう終わっちゃってんだ。そうもうね、今月終わっちゃいましたけど、通常はだいたい5月ぐらいにオファーが来て、うん、で5月の末ぐらいに撮影して7月オンエアが通常だったんですね、はい。でも今年は何かあの5月になってスタッフで言ってたんですよ、うん、俺今年そういえば吉本陸上来てないなって。でそう言ってた2日後ぐらいに電話かかってきて、はい、で今月あの今回もお願いしますということで、はい、で今回ちょっとまああのいろんな関係でちょっと取りがね、うん、遅くなっちゃいましたけど、でもほとんどもうギリギリって感じで終わってるね。そうですね、はい、でまあ無事それもまあ無事っていうか、うん、まあとりあえずね、まあまあね、あのまあそういうところも面白おかしく演出してもらって終わって、うん、でまあまた来年もお願いしますということで、多分また来年もあるかなっていう感じで、ね、これはだからワッキー君が、うん、消えない間はずっと消えない。まあでもねなんかね最近ね、あミスター人間の、うん、なんていうのかな、その設定は男でもない女でもない、うん、で、そういうのを超越した男ってなって、結局は男なんですけど、でもその男でもない女でもないっていうその表現が曲によってね、ダメなところがあるらしいんですよ。あ、そうなの、うん、あ、一応だからあれか、そういうなんていうの、うん、なんとか差別みたいなことにつながりますよ、いうことやね。ああ、まあ今小学校とか、中学校とかそういうところでもそうだもんな。うん、だから、なんかもうあれでしょ、性別を書かないとかっていうところもあるじゃないですか。なんかそういうのなんで、なんかね、まあ放送局によってはそのギャグはやめてくださいって言われるらしいんですよ。で、まあ、MS 系列はまあまあ今回いけたということで、だからそのキャラを説明しなきゃいいんじゃないの、別にその設定までを説明しなければ分かんないんじゃないって思うけど、ね、でもまあなんかやりにくくなってきてるなっていうのは、ね、世の中がね、うん、ギャグ一つでもそうなんですよ。なんかそこを機敏にしすぎるのもなんかやっぱ差別につながるようになる部分だよね。まあね、気になったね。でもそうかと言ってですよ、全裸になってお盆でね、こうやるようなゲームあるわけですよ、ね、だから、うん、そんなんはじゃあええのかっていう。だから昔ね、だから、うん、ほら、桂歌丸さんがなんかね、生きてる頃ね、そう言ってましたよね、あんなものはゲーじゃねえと、うん、ふざけるなと、うん、本当にワゲとかね、そうそう、日本人は日本語で、うん、日本語で笑かせるよね。言ったらもう若い子たちの書き込みのもうすごさね、ふざけんなこの野郎と、何じじくせいこと言ってるんだとかもバンバン書き込まれて、でもやっぱり、ね、僕ちょっと思いましたよ、なんかその
なんだろうね、もうゲームギャグも何もなんかもう分からない時代になっちゃってるんだなと、だからなんかね、そのゲーって言われるものとさ、なんかそのギャグって言われるものだったりとかさ、まあそうですね、そういうものってなんかちょっと僕は違うんじゃないかなって思ってるんだけどね、なんかそこも別にもう笑かしてるとか芸人がやってるとかもゲーやっていうふうに皆さんがなんかこう言ってしまってるのかなって、だからそう言えば言ったらね、ああやって歌バレちゃうか言ったらとかさ、そういうふうにだね、そのいやでも僕はあの時でも師匠のその言葉にああなるほどなとその時は思いましたけどね、なんか普通なんだよそれが、だから、まあ、僕らみたいにこうね昔からの芸っていうものを本当の芸ね、そう言ったらな、例えばまあ平成もそうだけど、まあ昭和のね、ね、なんていうのそういう大御所の人たちの芸っていうものを見てきて、そういうものを見てきた人間からすればそれが芸であって、でそこに追いつけ、ね、追いつきたい、越していきたいっていう思いで皆さんが頑張ってるものが、まあ、僕らが通常知ってた芸だったり芸人さんっていうものだったわけだよね、でなんかそれってやっぱりだんだん変わってきてて、別に僕芸人じゃないからさ、僕が言ってもね、まあどういうふうに思うかわからないし、どういうふうに感じるかわからないけど、今のなんかね、芸人さんのちょっと風潮からするとね、まあ僕悪いって言ってんじゃないんだ、これもこれでいいんだよ、やり方としてはいいと思うんだけど、最初から負けてんだよね、だからそのすごい芸人さんを追い抜こうとか、この芸を僕がとかっていうところじゃなくて、どうせ勝てねえんだから、だったらじゃあ自分、まあ、自分の勝てる場所だったりとか、自分の土俵っていうものを勝手に作り上げていったものが、ああいうなんか、ちょっと外れた芸だったりとか、周りから見れば、ね、えっていう芸が、すごい雨降ってて、ガーッと張ってるのかなっていう。なんかやっぱちょっとそういった、ところがあるのかなっていう気がするんだよね、まあ、だからと言って今、まあ、芸人さんから言えばそれらゼロみたいなっていうのかもしれないし、まあ、でもちょっとこの家なんてよくわかんないけどだけど、まあ、昔を知ってたり昔を見てきた人間からするとなんかやっぱり芸ってそんな単純なもんじゃなかったとか、そんなに浅いものじゃないように思えるんだよね。まあ、ゲイって言ってしまうと、やっぱりちょっと敷居高いというか、まあそうね、ギャグって言うと、なんかもう、まあねどんなものに通用するような気がするからね。ただね、なんかね、まあ、僕、ちょっと落語の世界で言うとさ、ちょっと俺思ったのはさ、昔だったらね、俺らの時代ってやっぱり古典落語っていうのがあって、古典落語はやっぱり本物のね、ものしたら失礼だけど、昔からの伝統の落語って、で、まあね、言ったら、新作落語って自分たちで作って今やってるっていう新作落語っていうのはちょっとこう、ね、下に見られたりっていう時代がちょっとあったね、できた頃ってね。で、言ったらまあ、でもまあ第一人者で言えば、なんだろう、男子小曲の小野さんとかね、あとは、まあ、林家新兵師とかもそうだし、あとは、まだいっぱいだよね、今もなんだっけ、商店のね、司会人だとかね、三遊亭だとか、いろいろいるけど、それはすごく、その当時って、まあ、そんなの芸じゃないとか、こんなのって言われ続けてきたわけじゃない。で、なんか、まあ、ね、元の三師匠が、まあ、ずっとそれをやり続けてきたわけですよ。で、まあ、人間国宝まで行ったわけじゃん。そうですね。で、なんか、人間国宝になって初めて、なんかそのね、新作落語っていうのも一つの、そういうね、文化として、一つに入ったのかなって、いうところを考えるとね、言ったらお盆のゲームをいつかはそうなるんじゃないかって思ったりもしないこともないけどさ、でもなんかお盆で勲章もらってもな、どうなんやろうなってちょっと思ったりするけど、それね、まあ別に否定するわけでもないですけど、
まあなんかその辺で普通に YouTube で見せれる程度のものかなと。だから芸人としてそれを一つの売りにしているのはちょっとやっぱどうなんだろうと思うんですけど、多分ね、僕らの時代だったら、ね、あのね、巨人師匠がね、バカ野郎、人商売のデータバカ野郎って終わっちゃうと僕らの時代だとそう言われて怒られて終わると思う。でもまあね、まあこういう多様性あるから、まあどういう形でもまあもうね、出ればいいっていう感じなのかもわかんないですけど、まあ、まず売れるっていうことなのかもしれないね、うん、まあまずそれをね、好きで見てる人もいてるし、ね、やっぱり否定する人もいるし、そこはね、うん、あれですけど、うん、まあ、長生きで頑張れれば、うん、それだけでちゃんと自分が、うん、なんていうのかな、長くそれを続けて、ちゃんと俺ね、周りが俺、すごい残念なのはね、俺、スギちゃんめっちゃ好きなんですよ。はいはいはい、スギちゃんのギャグめっちゃおもろいんですよね、あれね。そうだ、何年もちょっと出てきてくれへんのかなと思って、もう、いや、もう僕はやけに好きなんですけどね、うん、あのネタね。うん、まあね、だから、スギちゃんどうしちゃったのね。まあ、今、まあまあ、たまには ね、出てきますけど。なんか、あれじゃないの、なんかロレックスとかハンドルとかおかしくなってた。どうね、ジンジャーに T シャツで短パンみたいなのにさ、ロレックスしかけられたら、なんか、だんだんなんかちょっと気合いとかがあったけど、ね、重いですよ、ね、だから今回もさ、いつもともな、なんかいろんな問題起こしたけどな、いや俺でもね、あれね、どうなんだ、あれ俺の、まあ、悪くねっつったらさ、うん、世の中的にバカ野郎って言われるかもしれないけど、うん、でもなんか、いや、そういう世界なんじゃないよ。もともとね、芸能界はまあ興行師ですから、ね、まあそういうところでね、歴史を言えばそうなんですけど、ね、まあでも一応その防犯条例とかいろいろね、そういう対策法が出て、まあダメっていうことになってからはまあまあ各社そう気をつけてますよ、うん、でも俺何より今回なんかちょっと腹立たしいというか不思議っていうのは、うん、なぜ吉本の代表の方が記者会見をして頭を下げないのかっていうところで出ても来ないもんね、うん、だからなんかそういうところもなんかおかしいし、でだってやった本人だってみんな出てないし、うん、でなんか それでなんか芸人の中では、うん、そのまあ、宮迫さんちょっとその記者会見しろよみたいなことも言ってるけど、でもまあ出てきてももう今更じゃないですか。だからもっと早くやらなきゃいけなかったんだよ、うんうん、で何よりもでも今どこのね、うん、あれでもトップが出てきて頭下げてるますよ、まあ、だって責任ってやっぱり会社じゃん、うん、いくらそれ会社に言わずに、うん、闇営業って言ってなんかこう裏で会社には言わずにやったのかもしれないけど、うん、でも所属してるわけだから、ね、責任取るのは会社だろっていう感じ、だからね、一言なんかそういう場をね、うん、あってもいいのかなと思うんですけど ね、うん、なんかやっぱりちょっと俺からすると、うん、まあ、今回の吉本のね、うん、なんか対応もそうだし、うん、まあ、前からそうだけどさ、吉本、うん、まあそういう部分で俺は TF もいっぱいあるんだけど、まあね、で、うん、でも俺、まあいろんな、また言ったら怒られるけど、うん、まあ一回アーティスト的だから言っちゃうか、うん、本当に知らなかったのか、うん、吉本内部の人間はっていう話だよ、うん、まあそれは社長は知らねえかもしれないさ、うん、マネージャーとかさ、近くの人間がさ、うん、本当に知らなかったのかっていう、うんうん、気はちょっとしちゃうよね、まあまあ、うんうん、だからなんかやっぱりさ、そのね、守る守らないの話じゃないんだけど、やっぱりそこってある程度はさ、ちゃんと会社との信頼関係で成り立ってる部分もあるわけで、確かにその言わずにやったことはいけないことなのかもしれないけれども、でもそんなん言ったらね、うん、昔なんか普通にあの局のアナウンサーさん結婚式とかで普通に結婚式の司会やってたね、うん、まあ、やってましたよね、うん、ああいうのだって別にじゃあ会社通してんのかって言ったら、別に結婚式のさ、ギャラとかね、結婚式のそんなさ、お祝いのお金をさ、いちいちさ、そんな日テレとかに振り込まないでしょ、まあまあそうね、その場で普通にね、ありがとうございましたって渡しますよね、普通はね、でもそこはお友達のだからっていうことで、住むわけでしょ、うんうん、だそれがまあ、まあね、まあ、今回薬剤屋さんだったっていうのもあるけれども、うんうん、そんなに俺はやってることってなんか違うのかって、それはまあ一般の人だったらいいかっていうところもあるわな、まあね、なんかね、うんうん、
でもまあなんか多分今ね、うん、表沙汰にはなってない芸人さんもまだまだいてるんですよ。だから本当にね、そういう方々が今戦々恐々としてる中で、一つ僕はあの情報を入れたのが、うん、その入江君関係の、ね、はい、あれで、まああの超有名なお笑い芸人さんで MC も張ってる方が、はい、まああの女の子をね、18歳未満の女の子をね、連れ出したりとかしてるっていう、はい、まあ、その話ももうそろそろ出てくるんちゃうかとも言われてますしね。でまあ言ってもね、まあ、入江君にお世話になっちゃってる人いっぱいいるんですよ、うんうん、だから変な話、うん、あれね、言ったらね、あれ入江じゃなかったらわかんないよ、入江だったから断れなかった芸人もいると思うよ、まあ、そういう意味でも、うん、今までの付き合いとか、うん、お世話になっちゃってるところもいっぱいだよ、で彼に関してはこの辺はすごい人だったから、うん、だってまあ仕事ない芸人からしたらね、仕事くれるわけですから、そうそうそう、はい、だからやっぱりそういう部分では貸し借りっていうのが芸人さん誰にでもあるんで、借り作っちゃってるとやっぱりね、うん、ちょっとあのお願いしますよって言われたら断れなかったりするじゃない、で自分の後輩だったら余計にみたいな、うん、なんかやっぱちょっとそういうところでは、まあ、いや作業に関してもね、ちょっとかわいそうだなっていうようなところもあるにはあるけど、うん、いやあるにはありますよ、まあ、そうだけどまあ、あらもう所詮芸人なんだから、うん、やったらやったって言っちゃいいし、そうただだから俺もそう思うんですよ、所詮芸人じゃんって所詮とか言ったもらえると、うん、そうなんだって裏で口裏合わせて、で、まあ、入れ食いにある程度取ってもらってね、なかったことにしようとしたのが、うん、もうまあまあまあ一番僕はまあ許せないことですね、嘘ついてるっていうのは一番ね、いけなかったことで、うん、あんなの別にさ、ね、だって言ったら自分たちの吉本の先輩、うん、ね、もう大御所のね、うん、あのもう名前出されへんし、いっぱいいてるよ、やっぱりさって、何さんでしたって、それこそまああのまあ、役柄がそのままハマっちゃうようなね、あの上にいる人たちもいっぱいいるけど、そういう人たち、うん、いっぱい見てきましたもん、ね、そんなんか比べればさ、うん、可愛いもんなんだって、今回の話なんて、うん、だから、ねえ、なんか別にね、そこまで。まあなんか今までちゃんとしたそういう明確なルールとしてきちんとなってなかったのがまあね、間違いなんで、今後はまあそういうことはなくなってくるんじゃないですか。だからね、言ったらね、俺はまあやったやつらもそうだけど、それ以上に俺は吉本に責任あると思うけどね、もうちょっと吉本がちゃんと管理できる体制を作ってれば、こういうこともなかったんだろうし、変な話、やっぱ学生って言ったらさ、ものすごい数いるわけよ、芸人って呼ばれる人たちがあそこの会社の中に。それをさ、今現状の社員の数で、全員を全員把握できて、何千人とかでしょ、全員を全員見てられるかって、見れるわけないわけでさ、そこまで区役所ってのもよすごくなわけじゃん。だったら、ちゃんといいも悪いも教えないと、吉本がこの目が届かない分、そういうことをやれないように、やらないようにっていうことを、ちゃんと ね、育てなかったらいけないわけで、やっぱなんかそういうのがね、ちょっと、ね、俺からすると、そこまで取り除くやん、うん、という割には、まあ、なんかそういうところの取り組みの部分とか、であれでしょ、うん、社員の方というか、マネージャーとかでも、こう、兼任してるじゃないですか、そうそうそう、ね、まあ、だから、完全にこう、ぴったりついてるわけじゃないからね、まあ、そういうのは、でも昔からだって、うんうん、僕は知ってる限りでも、もう、一応名前はあるけど、うん、でも、もう、飛び火の人に勝手にね、そうですね、みんな動いてた。次の現場に移動するにしたって、別にね、マネージャー様がいなかったの、電車で行く人もいれば、普通にタクシーで行く人もいればみたいな、もうなんかタクシーね、もうバラバラだったからね、まあ、なんか、まあ、昔からの、でもそれが芸人なんじゃねえのっていうところもあるけどね、芸能人とかアイドルじゃねえんだからさ、なんかさ、ワゴン車でさ、囲われてって、ね、うん、局行って、で、ユーさんでまた終わったら、次乗っけられてさ、じゃあ次はどこどこどこだってさ、そんな対応ないもんな、芸人なんて所詮。もう自分で勝手にね、現場どん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 行くわけだから、そういう、ね、状況にしといて、
まあ、なんか問題が起きたら、前の責任みたいな感じのなんか会社っていうのもどうなるの、ね、かわいそうっちゃかわいそうね、ちょっと思うけどね、もうちょっと大事にしてあげりゃいいじゃんね、だからね、そこまで言うんだったらね、うん、ってちょっと思ったりですね。まあまあ、今後、まあね、良くなることを、これも、期待しております。そうです、でもなんかね、やっぱり面白いね、こう、タレントさんとかがね、芸人さんとかがいなくなるのは寂しいですからね。そうそう、せっかくね、だから、だって出てくるまでだってさ、苦労してないわけないから、みんなちゃんと苦労して、必死に頑張ってきて、あそこの位置に立ってたわけで、でまあ、それこそ名前がそこまで出ちゃってるから、やっぱり問題になるんであって、でもそこまで行くのって簡単なことじゃないでしょ、でやっぱ大変な思いもしてきてね、あんなたった、それだけって怒られちゃうかもしれないけど、本当はそんな一日のね、そんなことで、で言ったって、まあね、今回テレビ、まあ、テレビで言われてるのが本当だとしたら、宮迫が100万ぐらいですよ。って言ったら100万ぐらいのギャラですよ、100万の金額で。今までの積み重ねてきた何十年も、不意にすると思ったら悲しいしもったいないよね。だって普通にギャラもらってたってこれ100円のところの話じゃないんだから、あいつら。いくら安い安いって言ったってさ、たった100万の金でね、今までだって必死にやってきた自分の相方もこうよ、自分一人じゃないんだ相方もいてっていうか、そうやってね、もう食えない時代から何から一緒にやってきた相方もいてやってきたやつが、たったの100万ぐらいのさ、そんなはした金をさ、言ったら、俺そのテレビではした金だって怒られるかもしれないけど、そんなんでさ、ね、バチってさ、消えられちゃうってもったいないよ。でもそれぐらいのことになる、もう今の世の中だから、本当に皆さん気をつけた方がいいですよ。僕らそういうの大好き。僕ら、あ、上田に、え、ありそうな言われて、返事がなんか、うんって言わなかったんだろ。いや、俺は、うん、ないっすよ。ね、気をつけていかなきゃあかんなっていう。本当に今のね、時代はちょっと昔ともう変わっちゃってるんで、はい、そうですね。やっぱ気をつけなあかんのかなって思いますか。今そうですね。ということで、気をつけて皆さん、そうですね、活動してもらいたい。活動して、吉本の芸人さん、全然やる吉本だけじゃなくて、で、まあ、他7月ね、何やったかって言ったらね、前にね、あそこの府警小学校で僕、特殊メイクの授業とか、まあ、1日やったりとかしてたじゃないですか。でそこからの話がこうどんどん膨らんでいって、でまあ、で小学校を使って子ども会の子どもたちが、まあ、お化け式をしようということで、でまあ、この7月にね、まあ、それも、無事やり終えてきまして、でまあ、ほんまそういうところもね、ビデオ撮ったりしたかったんですけど、まあ、やっぱりそのお子さんとかなんでね、親の許可とかいろいろあるんですよ。難しいし、でまあ、キャッシュの中をカメラ、ね、回してキャッキャ言ってるのもね、まあ、もうそれだけしかないんで、まあ、でもそういうことをやったりとかね、まあ、7月は結構そういう感じで動いてましたけどね、普段は忙しいよ。まあ忙しいも忙しいんですけどね、まあ、なんかどうなんですかね。いやでもやっぱりあれですよ、昔みたいにそういう大きい制作物とか、こう長期の何て言うか仕事っていうのはやっぱりどんどん減ってるからね、もう単発単発でもうね、しんどいし、どうなんですかね、やっぱりその、まあ、映画の世界もそうだし、テレビもね、ドラマもそうなんだけど、でもだん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 やっぱり予算的にさ、こう削られてきた、もちろん予算もないですよね。やっぱ長期になれば長期になるんで、やっぱりね、それなりにやっぱり予算も変わってくるんで、まず何よりも今致命的なのは予算ないとかっていうのももちろんなんですけど、制作拠点がもう大阪にないんですよ。まあ大阪でいうとね、そうだよね、この方法だとみんなも東京だもんね、仕事もそうだし、作ってる場所がそうなんだからね、だから関西ロケって言ったら結局東京の仕事で関西に来るんで、向こうのね、メイクさんとかが行きれて行ったりとか、だから長期になると、向こうからこう毎回来てると、お金もかかるんで大阪でじゃあっていうことで呼ばれることもあるんですけど、まあ、なかなかね、そういう事情がなくなりましたからね。なんかもう、でも大阪自体がやっぱさ、じゃあなんか何を作ってた？ん？大阪は なんか政策何を作ってたっていう。今ね、ほんまね、仮想圏も今、向こうとね、半々ぐらいでしょ。
まあまあ京都だって京都の撮影所もだって日本ほど稼働してないですね。あそう、うん、あそんな状態なの、うん、昔はね、もともと昔はさ、そうですよ、全部ね、うん、京都の渦巻かね、うん、して行ってましたよね。まあ、シーズン、どうしても2作品とか3作品やってるぐらい。そんなもんなの、うん、映画は、うん、あ、そう、ドラマも。いや、それも ね、ある程度、もうキュッと縮小して、うんうんうん、すぐ終わっちゃいますから、うん、まあ、昔はさ、もうね、言ったらもう、それは、みんななんとかね、うん、ね、時代からああいう人たちがすごかったですね。楽屋もちゃんとね、その人用の楽屋があるのもね、他の人が使えないっていう、でもそう家なんだもんね、うん、東京に暮らしててその仕事が入ったら、うん、ほぼほぼ向こうに住んでるわけだから、うん、そう、そこで寝泊まりしてたもんね。で夜は夜で京都でガーッと飲んで騒いで、でまた帰ってきて、うん、で次の日朝一がまた現場っていうか、だからあの周りにね、なんかすごい有名なお店とか美味しいお店も結構あったんですけど、うん、もうね、そういうのもだんだん少なくなってきてますしね、うん、まあ生き方冷えてたね、うんうん、だからもうそういうなんかもう永久保存版の学校とか、あ、でも未だにありますよ、あるよね、はい、そうそう、だからもうそこも実は使えるよ、うん、亡くなった方でも、うん、の楽屋でもあるんだよ、ね、うん、で、そこはもう入れません、うん、もう他の人は使えません、検査あるよね、うん、ね、なんかやっぱりそういう昔からの、ね、うん、こう方々のやっぱり、ね、偉大な部分っていうのはちゃんと残ってるっていうのかなっていう、でもなんか最近ね、あの渦巻のね、美術、うん、それからメイク、うん、結構募集してましたけどね。ああ、そうなの、あれ何年募集してんのやろうと思って、うん、まあ、いうなんか白塗りとか、まあ、なんかそういうとか、まあまあまあ、あとはもうその制作とか、あと技術の方ね、カメラとか、うん、で、まあ、あのメイクの方にね、まあ、なんか、なんとかないね、やっぱりテレビとかね、そっちの仕事には行っちゃうのかな、映画のほんとみんな少ないのかな、行く人たちがね、やっぱり映画の舞台でやっぱどうなったら行くって難しいって聞くもんな、いろんな仕事に、やっぱある程度はテレビとかさ、あとはそういうドラマ館みたいなね、テレビの舞台だったらある程度は会社にね、仕事があればずっとワンクールで取れるとかね、仕事あるんですけど、映画となっちゃって ね、なかなかね、撮ってる間はいいかもしれないけど、このまたやっちゃえばやっぱりまた空いちゃえば空いちゃうんだよね。そう、だからまあ、そういうね、撮影所とかやったらどんな映画でもまあ受け入れてこうやるじゃないですか、うん、でも僕らの立場っていうのは、うん、その、もう監督さんに呼ぶじゃないですか、うん、この監督さんは呼ばれるけど、うん、他の監督さんは呼ばれないとか、うん、そのやっぱりそういうなんか、みんなそういうグループみたいなのがあるから、うんうん、だからまあこの監督だと変な話、例えばまあこっちともう繋がっちゃってるから、だからね、監督はもうこの人じゃないですか、助監は誰でもう制作があっていくグループになってるからね、だから、まあ、だからそこからの流れで仕事も来るけど、そうだね、うん、まあ大体まあそうだよね、監督自体がね、うん、例えばちゃんとね、まあ例えば何々組とかね、うん、持ってるもんね、高瀬さんとかね、北野組になったりとか、うん、そういうやっぱりね、そのカメラクルーとか、うん、全部クルーで出来上がってたね、うん、だからそういう部分が好きやね、うん、ね、うん、あ、そう、まあ、どんどん苦しくはなってますけど、うん、まあ、ね、もう頑張ってやっていくしかないんでねまあね、もう、涙が出るような努力をしながら、ね、続けていくしかないんで、まあ、ね、だって生息しないんだからね、うん、まあ、まあ、僕生息する側だからさ、うん、まあ、本当にあのカッカキの中の中だけで僕なんか撮ってるから、もうだからもうね、本当に天狗にクルーの人たちには申し訳ないぐらい皆さんにあのね、あのご迷惑をおかけしながら撮ってるけど、まあでもなんかみんながみんなね、いつか当たって金になるとか思いながら必死にやってることなんで、まあね、皆さん今はしょうがないよね監督とかって言ってくれるから、ね、まあね、うん、まあ、それもあんま長いことやってたら、お前に才能がねえんだろうとか言われかねないんで、うん、俺も頑張んなきゃなと思ってるからね、そうなんですね、そうなんですね、で、まあまあそういうね、7月をやってきて、まあこんな8月以降なんですけど、
まあ、8月以降はね、まあ、ぼちぼちとまたその秋のシーズンに絡んできて、まあ、忙しくもなってくるんですけどね、で、今月のその8月はね、まあ、僕たちがもう常日頃からお世話になってるスクリーミングマッドジョージさんの、太鼓店があるわけですよ、はい、で、まあ、太鼓店は結局、まあ、その今まで そのジョージさんの歴史っていうのではまあまあちょっとなくて、はい、ああいう、今まで作ってきた自分の趣味とか、まあ、展示用に作ってきたその、まあ、原始というか、まあ、ちょっと目の錯覚とかトリックを使ったような作品をもうかなり作ってるんですよね、で、まあ、その制作もご手伝いに行かせてもらったりとか、あのアーティスティビューでもね、ちょっと行ったりとかしてましたし、まあ、その一大こういろんなものを集めてきた、まあ、この展示会というか、それでは、まあ、この8月の10日ぐらいから、まあ、1ヶ月ぐらいかな、あれの春ですよね、そうそう、日曜中身に行ったんだけどね、あれの春からの今回はね、大体いつも東京の春から、はいはい、あんまり大阪の人って、名前好きがもちろんさ、ね、神様みたいなのが好きだから、この世界で、はい、みんな知ってるんだけども、なかなか東京まで行かないと見れないっていうさ、そういう状態だったんだけど、はい、今回はさ、大阪も本当に知ってるぞ、大阪、京都、名古屋、まだまだね、その辺の近畿地方の皆さん、ね、もう足運べる状態で見れますか、ね、まあ、これは見れますね、僕も行きますから、ね、はい、でも、この間の中居さんがね、はい、行きたいんですよっていう話をしてて、やっぱり1ヶ月あれば、そこですよね、どうする、皆さん行けるといけると思いますよ、ね、だから、ぜひですね、で、まあ、8月は、まあ、その準備もあるし、ある程度ちょっと、お手伝いもまた呼ばれてるんで、まあ、そこよりちょっと彼を回させてもらおうかなと思ってるし、その、まあ、展示の中身もね、伝えることができれば、お伝えしていきたいと思ってますので、まあ、来月以降は、まあ、そういう特集をちょっとね、取ってもらおうかなと思ってます。はい、で、あれ、またほら、ミュージックサーカスの8月だよね。そっか、あれ、何だっけ ?8 月だっけ ?8 月、8月だっけ今年はまだ今年はまだ まあまあ、それをまあ、ね、まあでもなんか前回もそんな感じだったから、ギリギリの段階でやり、ね、やれることだったみたいな。だからまあ、次のね、放送に間に合わなければ、またFacebook とか、まあ、そういうことをね、告知させていただいて、はい。はい。で、まあ、9月とか10月になってくると、まあ、8月もあれですわ、ザ・ベスト会談。あ、はいはい、ママさんのところのね、あれ、今回はどこなんですか、あれだから、だから、シャベルの上やと思います。はい、あ、そこシャベル多分下でしょ。あ、はい、目の上にもあるんですか、はい。あ、そうなんですか。多分そこの。へぇ、うん。今年もまたなんか踊ろう。あ、ほんまね。なんか、こっちの方が、なんか、すごい人の写真がいっぱい上がってたけれども、うん、あれもあれでね。まあ、階段もね。はい、で、またね、来るお客さんがね、うん、結構そういう話持ってる人が多いんですよ。だから見えちゃう人だね。なんで、そのお客さんの方の話も怖かったりとかね、まあ、びっくりするような話が出てきたりね。で、まあまあ、そういう中にね、今回も呼んでいただいたんで、まあちょっとまたね、特殊メイクの人間として、現場に行って、経験した怖い話に死にかけたりするの、そういうところらへんをね、やろうかなと思います。僕も去年か、去年おととし、2回ぐらい僕のことは、まあ、出てはないけど、取材でね、番組取材で行かせてもらったりもして、で、まあ、その時にたまたま、僕が娘一緒に連れてったりとか、
娘とももちゃんと、うん、まあ、ももちゃんのところで奥ちゃんとで、はい、トイレ行ったわけ、うん、だからなんかみんな見たいなギャー言うてトイレから走って出てきて見たって一応娘も見たって言うの、ん、でもなんかやっぱりなんか集まってるんですよね、そういうのをやるよって言ってる会場にはね、そうなんですよだから、2年にわたってなんか去年おとといぐらい2年にわたってなんか出てますから、うん、今年もまたもしかしたら、はいはいはい、ね、会場でお会いできるかもしれない、お会いできるかもしれない、あっちゃいけない人、はいはい、いけない人かもね、可能性はありますねまあなんかそういうイベントもあったり、はい、で9月は9月でね、まあ落語でコンあるじゃないですか、そう落語でコンじゃないし、ね、落語でコンは他の番組で鶴瓶さんとかがやってないじゃない落語のものもあるじゃないですか、ほんとこりんそうやるんですけどね、それはね、新斎橋の、はい、神戸川が、うん、ちょっとあの、音入ってる、はいはい、カニドルで、今も、隣で、はい、隣、大阪の、新海橋だったりとか、うん、まあ、何だね、大阪の文化を、はい、ちゃんとこう、うん、みんな知ってもらいましょうみたいな、うん、新しい、こういう、富山に、はい、で、まあ、普段はそんな、ラブをやってたりとか、そういうことやってるわけじゃないんですけど、まあ、普段はそういうね、文化交流とか、うん、そういうものを、展示物があって、はい、それを見てるかと、うん、いう場所なんですけど、ね、今回そこを使ってみようって言っていただいて、はい、でなおかつ、まあ、多分俺らはポケモンクラブで、そうなの、まあ、他は誰も今日とか、まあ、誰もやったことないし、そうなの、それを使ったこともないな、だからまあ向こうとしては、うん、まあ、僕らがなるほど、頑張ってくださいって頑張ってくださいってで、これね、ここまでにね、僕ら楽譜、まあ、楽譜らしきものをやりますけど、でも僕らプロでもないし、まあ、楽譜さんじゃないから、まあ、言っても本当にね、楽譜らしきものをやるんで、でまあ、それだけでさ、楽譜って言ったら、すごい大事じゃない、はい、それがあまりにもさ、金取って俺らのさ、わけがわかんない落語みたいなものを聞かされても、バラすにはふざけんなバカ野郎って話になっちゃうので、なので、まあ、僕らは僕らで、まあ、現場として落語らしきものをやらせていただいて、はい、ちょっとオープニングなんですよ、うん、今回、指定優勝しようか、出てもらいます。で、ちゃんとガッチリと落語の会をやっていただきます。まあ、それではね、まあ、それを見たからで、うん、まあ、ひどせんもあったけど、まあ、この落語で OK って言うのなんで、僕らは、まあ、おまけで、おまけでちょっとやらせてもらうと、まあ、あまり、こうね、はい、まあ、なんかコロナの前とか、うん、まあ、あまりね、人に見えないような話も、うん、まあ、裏まんとか、まあ、そういうもの、だからまあ、中山のコロナの前でこういう、まあ、業界の妖怪の話で、まあ、皆さんね、怖いな、はい、全然雨の音が俺の声ちゃんと聞こえてる、聞こえてるからね、まあ、そういうわけの話もおらばってじゃあ、まあ、あとは、まるさんが初めて来てくれますんで、まあ、本当の一本の裏話、はい、危ないネタ感じで出てくると思うこれは本当にいいでは話してるね、ただまあ、そういう意味では100本とは言えないと、まあ、あんまり負けない話っていうのを聞いていただけるのかな、すんごいですよ、聞いてるのまあまあ、今日が入ってればいいですよ大丈夫だよ、これだけ分かんないですね、でたまにはちょっとぐらい止まるとかないんですか、たまにはちょっとはね、ね、見るとはなってるけど、すごいな、まあ、まあ、そんな感じでね、はい、やりますんで、じゃあ、次は、はい、また、詳細はね、やっていきたいと思います、はい、やっていきたい、あとは、まあ、現在の番組に、兄さん、2人分の、ああ、兄さん、2人分の、対応をしてるんだと、はい、今度はね、まあ、シューティングゲームをね、まあ、やりましょうよ、で、まあ、番組の中でさ、
って遊んだりしてたんですけども、まあ、男でもね、たくさんでも、いくらってつまんねえなって感じになってたわけです。だったら、まあ、バイオゴンダ、まあ、この間も仕事で取れますけど、バイオっていうのを持ってて、まあ、それはあの、まあ、使うと、使うと、ジムのことで、安いらしいですよね。だからまあ、僕らが、ね、いきなり投資して、教えてって言われて、教えることはできないです。まあ、ちゃんと来れば、you